皆様お疲れ様です。パーソナリティの椿です。日本人にとっては欠かすことのできない料理の一つであるカレー。世界に広く浸透している料理で、国によって食べられているカレーは様々です。今回は渓谷のネット掲示板に、日本のカレーと渓谷のカレーの違いについて話題になっていましたので取り上げていきます。日本のカレー、今や日本の国民食と言われる存在にもなったカレー。好みの辛さも人によって異なり、ルーや具材も様々で、作る人によって味も全く違います。また温めるだけで食べられるレトルトカレーもあり、とっても便利ですよね。カレーの定義には揺れがあり、しばしば議論の対象ともなっています。カレー粉やカレーライスの略語として扱われたり、複数の粉末香辛料を混ぜ合わせて作られたソースを用いた料理全般を示していたり、スパイスを効かせた肉、魚、野菜などの煮込み料理にライス、パン、コーンミールなどの炭水化物が添えられた食べ物を示していたり、汁気の有無に関係なくカレー粉で味付けした全ての料理の呼称であったりと、その定義はかなり曖昧なのです。さらに語源についても様々な説があります。タミル語でスープの具を意味するカリや、スパイスで味付けされた野菜や肉の炒め物を意味するカリルを語源とする説、ボンベイの唐辛子入りの料理が好きだったカレーというスコットランド人の名前から取られたという説、賭博に財産を費やしたアイルランド人が馬を売って家族に食べさせた競馬場の飯を意味するカリーチゴーシュトというアイルランド語が転じたという説など、カレーは定義も語源もしっかりと定められているわけではないようです。日本のカレーはインドを植民地支配していたイギリス人たちが自国に持ち帰り、欧風にアレンジしたものが日本に伝わり、さらに日本風にアレンジされたものがルーツとされています。日本人がカレーに初めて出会ったのは幕末の頃、実際に食べられるようになったのは明治初頭で、今でいうレシピ本にその調理方法が掲載されるようになり、同じ頃陸軍の昼食メニューにも出てくるようになったようです。その後、洋食食堂ができるにつれ、カレーが浸透していくスピードは加速し、明治38年には日本で初めて国産カレー粉の製造販売がスタートしました。戦後1948年にはカレーが全国の学校給食に導入、そして1950年には板状固形カレールーが発売されたことにより、カレーは誰でも手軽に作れて家庭で親しまれる料理へと発展していきました。日本のカレーはその時代の生活様式や流行に合わせた形でアップデートし続け、近年ではオリジナルカレーやカレーをアレンジした新たなメニューも誕生しており、さらなる進化を続けています。渓谷のカレー。渓谷のカレーの歴史は日韓合併時代に遡ります。カレー以外にもおでんやうどんなど、日本語をそのままハングルにした料理名のものもこの時代に伝わったようです。そして1963年9月に渓谷で初めてスターカレー粉という即席カレーが誕生、さらに1968年には超高科学の食品事業部、現在のおっとぎがカレー粉を販売し、1980年代におっとぎがレトルトカレーを発売しました。また2000年代になってから渓谷に日本式のカレー屋が登場するようになったんだとか。日本でカレーが嫌いな人はかなり少数派だと思いますが、渓谷語サイトでは嫌いな料理にカレーがリストアップされることもあり、渓谷人の中にはカレーが嫌いな人が結構いるようです。渓谷のカレーはまずい？それでは次に、渓谷のネット掲示板で日本と渓谷のカレーの違いが話題となっていましたので紹介いたします。
まずはスレ主の投稿から見ていきましょう。日本に行ってカレーを食べると、渓谷のカレーとの差をたくさん感じます。渓谷では煮込んであるカレーはなく、具がたくさん入っているのが一般的。しかし日本でも具がたくさん入ったカレーもたまに見かけますが、よく見るのがコトコト煮込んであるカレー。渓谷カレーのおっとぎカレー辛口はウコンの比重が高く黄色が強い。唐辛子の粉が入っているのにそれでも黄色を保っている。それに比べて日本のカレーは茶色い。また渓谷の場合、ビビンバの影響で丼物を食べる時もカレーは混ぜて食べるのが普遍化されているけど、日本では混ぜて食べない。渓谷ではカレーを食べる時、最初からご飯の上にかけて出される場合が多いし、いっぺんに混ぜて食べている。でも日本人はカレーを混ぜて食べない。一さじずつご飯の上にかけて食べている。肝心な味はというと、確かに渓谷のカレーも最近はかなりマシになってきてはいるが、日本のカレーと比べると天と地の差である。唯一渓谷のカレーの方が優れているのはキムチが入っていることだけ。日本では福神漬けというのが入っているが、キムチの方が圧倒的に美味しい。投稿は以上のような内容となっていました。両国のカレーについては日韓のネットユーザーから様々なコメントが寄せられていましたので、一部紹介いたします。渓谷の反応。我が国は3分カレーのイメージが強すぎて、高いお金を払ってまで食べる料理ではないという扱いになっている。美味しいカレーを提供する店もない。日本のカレー専門店のカレーを食べれば違いがよくわかるよ。カレー人気は日本特有です。カレー専門店も多く、カレーチェーン店も多く、さらに家庭でもかなり食べられています。我が国の味噌チゲやキムチチゲと同じくらい向こうではカレーが食べられています。日本の食べ物はあんまり口に合わなかったのに、カレーはもっと合わなかったよ。日本はカレーまで脂っこくて狂いそうだった。もともとカレーのルーっていうのは定型化されたものではなく、いろんな香辛料を入れる割合によってルーっていうのが作られるそうです。おっとぎは渓谷の口に合わせたもので、 SB は日本人の口に合わせたみたい。日本のカレーで一番驚いたところはカレーのルー。今まで見たカレーは全部黄色の粉だったので、茶色っぽいルーを見たとき驚いて、これって本当にカレーなのかと疑ってしまった。渓谷と同じようにジャガイモ、人参、肉だけ入れたカレーでしたが、匂いからして全然違いました。色もルーと同じ茶色で、生まれて初めてカレーに興味を持つことができ、実際食べた後にはおかわりはもちろん、カレーが大嫌いだった私もカレーが好きになるくらい美味しかったです。日本のカレーはとても美味しいんだけど、胃腸を開けておかないと別のものが食べられない。日本人の反応。渓谷のカレーって昔のボンカレー感あるね。渓谷が日本からカレーを真似た時の日本のカレーが黄色のカレーだったからね。日本のカレーは美味しくしようといろいろやったから、昔のカレーとは別物になっている。しかし渓谷は自分たちでアップデートできないから、そのまま黄色のカレーってだけなのかな。日本のカレーと渓谷の違い、ぐちゃぐちゃにかき混ぜてから食べるのが渓谷式ってくらいか。台湾のカレーもそうだけど、渓谷のカレーはとにかく黄色なんだよな。日本のカレーは茶色、色が全く違うと思う。店によって変わるけど、基本渓谷のカレーは店で食べるものではなく家庭の味。角切りにした野菜がゴロゴロというのが渓谷カレー。日本のとは全く違うタイプ。渓谷人が日本に来ると必ず日本のカレールーをお土産に買っていたな。渓谷でもカレールーは売られていたようだけど、 SB のカレー粉のようなもので種類は少ないみたい。理由は日本より食べる習慣がなくて売れないから。
レトルトも見かけず、日本からの輸入だった。日本のカレーを食べた渓谷人は美味しいと言っていた。渓谷のカレーはまずいと。だけど日本式のカレーは高いので、ルーもレトルトも日本に来ると必ず買っていたようだ。渓谷式じゃなくて昔の日本のカレーだよな。昔の日本のカレーも多くはこんな黄色い色をしていて、片栗粉でとろみをつけている家庭もあった。渓谷のカレーは写真で見ると確かに一昔前の日本のカレーといった印象を受けます。カレーが国民食となっている日本とは、カレーの開発に対する熱量に違いがあるんですかね。独特の進化を遂げたジャパニーズカレーは今や世界に誇る日本風土の一つになっています。カレーハウスココ一番屋はアメリカ、イギリス、東南アジアにも進出しており、カレーの本場であるインドにも店舗があるんだとか。また、金沢カレーのチェーン店、ゴーゴーカレーも10年以上も前からアメリカで店舗展開するなど、海外でもジャパニーズカレーの存在感が年々大きくなっているようです。今後も日本のカレーが世界に広まっていくと嬉しいですね。いかがだったでしょうか。良ければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。